アウグスト・ベイヤは、ユダヤ系ドイツ人の物理学者、科学者、数学者である。ベイヤは1825年にトリーヤで生まれ、専門学校やギムナジウムで、数学や自然科学の教育を受け、ボンで、数学者、物理学者のユリウスプルカーの下で、数学や自然科学を学ぶ。1848年に博士号を取得し、その2年後には、 ボン大学の講師に任命される。1852年、ベーアは種樹の塩で着色された水溶液への赤色光の吸収に関する論文を発表した。この論文では、ある波長で溶液を通過した光の強度が高路長 D と溶液の濃度 C の指数関数的に減少するというピエール・ブーゲとヨハン・ファイン・リヒランベルトの吸収の理論を用いた。実際、 彼の論文で定義された吸収効率はその溶液の透過率を表しており、濃縮溶液の透過率は、気迫溶液の透過率の測定から導き出すことができることを指摘した。ベールの考案した高度計実際、任意の濃度や高炉長で計測された透過率は、任意の濃度と任意の高炉長に対応する透過率に正規化されることを彼は確かめた。また、 ベールはコード系も考案している。その後も彼は科学研究を続け、1854年に高等工学入門を表している。彼の工学に関する研究成果は、ヨハン・ハイン・リヒ・ランベルトの研究物と共にまとめられ、ランベルト・ベールの法則が定式化された。ランベルト・ベールの法則によるプロットの例1855年に、ボン大学の数学教授に任命される。 1863年に、ボンで死去。その2年後に、彼の著書のアインハイト・イン・デア・エレクトロ・スタティックが、出版された。チャールズ・アーチ・ボード・ストンヒル、ザ・ジュイッシュ・コントリビューション・ツー・シビリゼーション、P23、ビア・ベシティ・マング・デア,ア・ブゾアプション・デ・ローゼン・リック・ツ・イン、ファービガン・フラジグ・ケイトーン、アナラン・デア・フィシック・ウント・セイミュー86、 7888https コロンスラッシュスラッシュバベル h-a-t-h-i-t-r-u-st org スラッシュ c-gi スラッシュパート id イコールアム 31951d 00321236o ピューイコール1アップシークエンスイコール96ブーゲイピエールエッサピティオプテクシュールラグラデーションデラルミエールパリフランス クロード・ジョンバート、ピアニッシモ十1622、https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .org スラッシュディテールズスラッシュ UFIE00310120324 プ二マイナス 2, 2 7 0 0 3 0 0 0零ランベール、JH、フォータマトリアサイブデメンスライグラディベスルミニス、カラームインブリー、ウックスバーグ、 エヴァーハートクレット、https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットオーアルジスラッシュディテールズスラッシュ TO0203986120324 プニーマイナス2733000000クルニシャツアイトゥングメイジ1864ポグジェンダーフバイグラフィスチリトレギシアスハンドワーターバッチアルゲマイネドイチェビオグラフィ2245 246ありがとうございます。